唇の色が悪いのでリップ塗っとくわ。まだ歯はちょっと痛いですね。なんかすごく、なんでこんで、ティッシュどこ、どこあった、ね、なんか白くないですか私。白いよね、なんか今日。急に日焼け溶けたんかな。急に日焼けと溶けた？終わった？日焼け。いやまあそう、昨日よりは元気です。昨日よりは元気なので大丈夫です。ね、あんまりちょっと。SNS とかできんかったけど、なんとか生きてはいる。なんかそう、別にね、あれなんですけど、これ怖いな、この目怖いですよね。さっきなんか今日その普通に歩いててっていうか家の中でさ、洗面台でさ、たまたまなんかあって、洗面台の部屋のとこ覗いてさ、で鏡でさ笑ったままこうやってやったら超怖くて、なんか自分なのにビビったもんね。ホラーに出てくるわ。いやそう、なんかすごく肌白く見える。なんだろう、フィルターかかってる強めで、あ、まあちょっとフィルター強めでかかってるみたいなのはあるか。だとしてもいつもと違くない？まあまあまあ、でもそんなことないか。これにしとこう。うん。もともと自分黒目がちっちゃいので、結構ね、目開くだけで白くなっちゃうよね。周りが。ということで、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。本日は土曜日、土曜日？嘘、なんか日曜日みたいな感覚でいたわ。土曜日らしい。土曜日らしいですね。日曜日かと思ってた。はい、土曜日です。今日は公演とかもあったりとか、今多分あれやってますね、日向祭りのウォッチングやってるよね多分ね。うん。で明日は日曜日ですか。なんか個人的に日曜日だと思ってた。なんでだろう、特に理由はないと思います。なんか日曜日かなと思ってたよね。うん。まあそうだね。
曜日感覚は本当一すらないよね。ないですね曜日感覚なんてもうなんかとっくの昔に失ったかもしれない何かもう今曜日の曜日感覚を引き止めてくれてるのは YouTube に投稿される動画のみですねのみってわけじゃないけど、 YouTube に投稿される動画のラインナップを見て、ああ今日はこの日が、そっか今日はこの人たちが動画上げないから何曜日かとか、今日はこの動画が上がるから何曜日かみたいな。え、マジだよ、マジです、マジです。ああ今日はこの、そうだね、うん、結構マジですね。別にそれがいいか悪いかって言ったら別にどっちでもないと思うんだけど、支障はないからね正直ね。なんかね、そうお仕事が別に平日休日限らずあるから、ない時限らずに有無だから、そうそうそう、だから別に土日に仕事があるわけでも平日何曜日のお仕事があるとかも分かんない。そう毎日ショールームとモバメ書いてるから今日が何日かなんて分かんない今日が何日かと、あと今日が 何の日なのかは知ってるけど、何曜日なのかなんてね本当にね分かんないんだよね。うん、本当に分かんない、マジで。だからなんか歌のレッスンとかも毎週何曜日に通うとかじゃなくて、あこの日大丈夫ですか、あじゃあこの日やりますお願いしますみたいな感じで、そのなんていうのかな、個人でやってるから、なんか別にスクールに通うわけでもないから、なんかね、そう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 、そうなんですよ、不定期なんですよねお休みがね。だからね全然わからないマジで曜日わかる必要性があまりない。逆に言うとね、別にこの日にお仕事があるのを忘れなければいい、あ明日仕事ねとか、そうそうそう、明日はこの予定が入ってるなとか、なんならに日にちで覚えたりするから、そうそうそう、そうだね。でもなんかねうちカレンダーは一応一個ちっちゃいのがあるんだけど、まあそんなに部屋に置いてあるカレンダーを中止することないからだからなんかね前までは全く一切持ってスケジュール帳とか使わなかったんだけど、なんでかわかんないけどいつからかのタイミングでこれは書かないとやばいって思ってスケジュール帳というかカレンダーをねアプリで入れたんですよ。そうカレンダースマホね入ってるのよ。なんか一時期入れたんだけど使い道がなくて、大した使い道なかったからなんか使わなかったんだけど、多分最近の私の新潟での過ごし方というか一人暮らしで
以前は仕事しかやんなかったわけよ。仕事と学校、それに関しても学校は行く日ね決まってるし、平日ね。でお仕事はその前日に仕事の入り時間とかが来るから、わざわざ確認せんくても、あ明日朝何時ねとかそういう風にできるから何も問題なかったわけですよ。でもなんか最近だと自分で入れる用事が増えてきたんだよね。歌のレッスンしかり、なんだろう、なんかうーん歌のレッスン、トレーニングとか、なんかそういう美容系のこととか、あとなんだろう、あとまああれか、その仕事の予定が1ヶ月ごとに来るようになったから、少し余裕持ってカレンダーに入れられる、入れることができるようになったとかね。そうそうそう、だからそう、以前は必要なかったんだけど、自分で入れる予定とか、すでにカレンダーに入れることができる予定が増えたから管理しやすくなったんですよね。ほんとね、今月ね、あそう、生写真とかもそうだね。生写真今月マジでね、頭おかしいですよ。松まだ何も入ってないけどさ、本当に頭おかしいもん今週。これ変わったわ、明日から休みないですね。2週間近く予定埋まってるわっていう感じですね。まあ、ビスイベントもすごかったけどさ、忙しかったな。まだ始まったばっかだけど、とはいえ別に一般的なね、会社員の方とかと比べると別に全然忙しくなくて、そうなんか丸一日休みが本当にないみたいな感じだから、そうそう、そこがまた難しいところですよね。休みは自分で決めれるの？まさかまさか私がじゃあここちょっとこういう予定があるのでお仕事休みにしてくださいって言えないですよ。あ、521日ありがとうございます。だからいわゆる有給的な制度もないしね。まあでも全然うちの別に NGT の中で全然暇な方だから、まあ別に我々はフローラの会社員じゃないからね。そう、別に
会社員とちゃうから一般的な仕事とはまた全然違うよね。まあ個人事業主、そうだね、個人事業主ですね。かっこいいね、なんかそうだね、一応そういう形にはなってるらしい。まあ別にこれ何も隠してないだろうからあれだけど、そうだからなんだっけ、確定申告、確定申告は毎年やらなくちゃいけなくて、でもママがやってくれてる。さすがに私、高校生の私じゃできなかったね。まあなんかいつかだったら自分でやれるようになったらいいのかなって思ったりもするんだけど、みんなやってるのでもなんか一般的にはその会社で確定申告とかやってくれるみたいな話を聞いて、ああ、はあってだからそう、個人の人なんかね、そうフリーというか、フリーじゃないけど所属事務所は、所属事務所っていう形になるのかな、わかんないけど、そうフローラの所属、フローラ所属ではあるからね、多分ね。だからでも難しいって言いますよね。なんかいわゆるネタでさ、確定申告わかんない、確定申告の時期が来たぞみたいな、にネットのミームというか、なんかそういう流れってありますよね。うん、全然私は本当に何もうが緊張だったからさ、確定申告ってなんぞやって感じだったわけよ本当にわかんなかったから、まあいつかねできるようにしないとなっていうのはあるんだけど、ね、大変ですよね。なんか何でしたっけ、そう、お給料とかはね全部ママ管理なんですよ。ママ管理とか親管理で、私も銀行の口座自体はあるんだけど、そこに直接お給料いただくわけじゃなくて、一回母の口座に入れてもらって、そこから私が月の経費、月額っていう言い方だとちょっと変だけど、月で分けてそう送ってもらってる、仕送りみたいな形なんだけど、そう前まではねもう少し違ったんですよ。そうね、お小遣い、前までは本当にお小遣い制みたいな感じで、そうなくなったら言ってねっていう、足りなくなったら言ってねっていうので振り込みというか仕送りをしてもらってたんだけど、
今年入ってからかな、今年じゃないか、結構最近か、結構最近から月のいくらっていうのを決めて、これでやりくりしてねって言って、で前まではその一応私クレジットカード持ってるんだけど、そのクレジットカード自体も口座は母ので名義は私なんですよ。そうだからなんていうの、そのクレジットカード自体は別に使えるんだけど、それもあんまり使いすぎるとダメだからって言って、うん、今までは普通にそれをなんだろう、なんかお洋服買う時とかそういうので頻繁に使っていたんだけれども、化粧品買う時とかね。でもその今までよりも多く1ヶ月に振り込みをするから、その分自分で全部管理してねっていうので、そう、別に私そんなに金遣いは荒くないですよ。なんなら他のメンバーから見たら多分なんでそんな水に使うのってぐらいだと思う水、食費、あの食費は確かにねちょっとね管理甘いなみたいなとこあるんですけど、なんか服とかもマジで買わないし、うん、で家賃とか光熱費的なのはそういうのは親管理で、他の自分の余ってる給料の方から出してもらうみたいな感じになってて、そうそうそう、だから今までよりもその月いくらっていうのを決めてもらって、それをやりくりするっていうことをしてますね最近は。だから家計簿をアプリで入れて家計簿をつけるようにしてる、全部書いてる。でも自販機とかも忘れちゃうからさだから今まではレシートはいらないですって言ってたんだけど、レシートをいただいてそう書いて、で食費がね多いんだよね、どうしてもパーセンテージで言うと。先月とかもさ、ほらグラフとかであるんだけど、食費がね7割ぐらいなんですよあ違う、服7割じゃないわ、食費が6割ぐらいなんですよね、時計で見ちゃった。うん、何エンゲル係数って何、エンゲル係数って何、えエンゲル係数って何、何エンゲル係数って、そうで6割、そう食費外食費合わせて6割ぐらい使ってるんだよね1ヶ月の。そうそうそう、支出のうち食費が占める割合をエンゲル係数って言うんですか、なんでいいじゃん食費が占める割合、すごっ。次に多いのは誕生日プレゼントとかかな。うん。そう、あとはお仕事用の、やべ、お仕事用のなんかお洋服とかアクセサリーとかそういうのとかも一応分けてね入れてあるんだけど、うん。多分だから食費に使いすぎてるというよりかは他が少ないマジでそれはそうなんだよね。だって物欲がないから、なんかそれこそおしゃべり会とか握手会でお洋服買う時っていうのはなんて言うんだろう、お洋服買うけど、そういうのはだいたいそういうのは母と一緒に決めて、自分じゃなくて自分のお金から出してるわけじゃないから、そう、なんか何かしらなんだろう、必要経費じゃないけど別にだからといって自分で買うんで自腹ですけどね、普通に自腹ですけど、なんかその母と相談して、まあ
普通にお家のお金だったりとか、私の別のところで取ってやるお給料とか、多分そういうので出してるんで、うん、うん、だからね、新しくそのなんていうのかな、新しいその何仕送り形態になってから、そう、新しい仕送り形態になってから、その自分のために使うお金、なんか自分の趣味に使うお金も見出すことができるようになったわけですよ。うん。そうそうそう。どちらかというと確かに楽かなって思ったり、それでお金足りなくなったらもやしにすればいいだけだから、そう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 、なんか前までは遠慮してなんか買えなかったものとか、そういうのを、そのそうだね、自由度が上がったっていうのがいいかもしれないけど、っていうので最近は家計簿つけてますね。全然なんか家計簿なんてつける必要あるんかって感じだったけど、うん、なんか意外とね、ちょっとまだ最近溜まってるけど、あのレシートを全部貯めてちゃんとこう管理してる、うん、そうだねいやでもね、栄養いいもの食べなきゃと思って、最近はねできるだけコンビニ飯を減らそうと思ってるんだよね。とはいえそのコンビニのご飯は減らすけど、でも自炊はできないから、うん、だからなんかなんだろう、例えば店内調理とかさあるじゃないですか、コンビニのね、できるだけそういうの選んだりとか、なんか外食は外食でも、なんだろう、ファミレスとか、なんかコンビニがやっぱね結構あれだから、ちょっとなまだマシというか、違う美味しい外、なんかもっとね、なんか普通に外食に行く、ちょっと歩いて遠めのご飯食べに行くとか、この前片道1時間で、片道1時間じゃない、片道30分ぐらいかけて、うん、歩いてファミレス行ったりしましたけど本当にね、なんでって感じだと思うんですけど、意外と楽しいんですよね、それがね、うん、そう、片道30分往復1時間かけてご飯食べに行ったんだよねしかも別にファミレス食べに行ったんだよな、おもろいですよねなんでって感じですけど、まあ運動になるからいいかなっていうので、そうそうそう、あと意外とね、家だとなんか集中できないこととかをさ、カフェとかファミレスとかってめちゃくちゃいいですよね。なんか家だとちょっとっていうのを、なんかそう、あんまり静かすぎずちょっとガヤガヤあるところの方が実は過ごしやすいというか、ギフトありがとうございます。そう、私結構そうなんですよね、うん、てか家だとね何もできない家だとなんかね何もできないというか、何も手につかなくて、だから昔学生の時からずっとそうで、学校で全て終わらせるタイプだったんですよね。その宿題、まあ宿題に関しては、うん、時と場合によるけど、勉強ごとをなんかその多分ね2つ3つぐらいに分かれると思うのよ。あ、でもいやもうこれ分かんないけど家で確認すればいいやっていうタイプと、
いや、塾でなんとかしてくれるっしょタイプと、いやもうあかんねえっていうタイプと諦めるタイプと、あとはもうその場でも全部覚えちゃうタイプ、覚えちゃうとかその場でノート全部書くとか、私どちらかというと一番最後の4番目で、全部その場でメモしてとノートを見返した時に、ああここはこうだったなって見るだけで授業の内容が思い出せるノートを作るのが私のスタンスだったんですよ。そうそうそう、だからそう、だから塾とか自主、家で自主勉もマジでしなくて、だってみたいな本当にそう、だから塾行ったことない、一回春季講習で行ったけど、そう塾行ったことないっていうのはね、よく言うと驚かれるんですけど、まあ別にね、その分家で頑張ってない証拠ですからねそうもうだからなんだろうね、だから今の社会人で言ったら多分だけど、家に仕事を持ち込みたくない的な感じだと思うんだよねなんかよくあるじゃないですか、残業大変だから PC 持って帰って家でやりますみたいな、なんかたまにそういうドラマ漫画とかなんか見かけたりするけど、多分そうだよね、家に仕事を持ち帰りたくないから、会社でじゃあちょっと会社で1時間ぐらい残業してもみたいな、多分そういうタイプだと思うんだよね。そう、家に勉強は持ち込まないタイプでしたね。うん、まあとはいえね、必要なものはあるわけですよ、この日までにドリルやんなきゃいけないみたいな、そういうのはだからめっきり弱かった。うん、なんかギリギリ、ほんと当日の朝ぐらいまでやってたりしたから、逆にでも当日に詰め込んじゃうと一夜漬けタイプっていうのもあれですけど、むしろ補填できるんだよねそのなんか授業聞いててもここだけマジで入んないよな、なんか何ここみたいなところあるじゃないですか、それを直前で単語とか確認できるから、ドリルやってね、だから逆にその教室で学ぶ勉強で足りないところを今朝やったドリルで入れ込むみたいなそうそうそうそんな感じでしたね、私の学生時代は。夏休みの宿題ほんと下手だったな。うん、多分だからさ、今今わかんないけど大学生って、まあ多分都会の方は特になんだけど、テレワークじゃないわ、リモート講義、リモートじゃないですか多分大学も。すごい私ね、絶対に合わないんだよね。うん、だから今後人生で大学に行くとしたらさ、そのオンライン講義じゃなくてちゃんとね、校舎に行って学校に行って学ぶタイプじゃないと絶対に私はね無駄だと思うから、自分の 体質というか性格的にね、今行ってもなって思って結局大学は進学せんかったですね。うん、絶対にその場に行って、いやもう眠い時もあると思うよ、眠い時もあると思うんだけど、その場で行って講義聞いてっていう方が絶対に自分は向いてるから。まあでもなんかこの前先代にラジオでね、ラジオの時に新潟大学さんお邪魔した時は、今なんだかんだね、なんか結構な人数が登校してるらしい、8割とか。なんかさすがにちょっと行けない人もいるらしいんだけど、もう結構何割かの方がもう普通に登校して講義受けてるって言ってた。うん、だから新潟はね、まあ新潟はまあまあまあって感じかって思って、どうなんだろう他の学校でも、新潟今普通に高校とか休学してるとこ多いですよね。うん、まあだからね、
わかんない、普通に学ぶことは好きなんで、言った通り場所を提供さえ、場所と時間の提供というか確約さえしてもらえれば、結構学ぶこと自体は好きなので、うんね、なんか学びたいなって思ったことがあれば、そうだね、大学とかも視野にとは思ってるけどね、まだ全然わかんないわその辺は。勉強はだからどちらかというと好きですね。よいしょ。まあでも頭の中ほぼ中学校で止まってるようなもんだからね。まあ高校も通ってはいたけれどもって感じだから、全然 NGT の活動の方に何て言うのかな、重きを置いていたから、正直頭使えなかったですけどね。だから中学ぐらいの知識で止まっているというか、まあ、知識なんてね、失せてしまうものですから、記憶力の問題ですからね。数学なんて本当に分かんない。なんだろう、私ね、何が好きだ、国語が好きだと、まず国語と社会は歴史とかは好き、日本史は好き、数学はマジで分からない。いや一般的にはできたけど別に得意じゃなかったな。英語は比較的できてた、英検準2級あるからね。でもまあ英検準2級勘みたいなとこありましたけどね。私面接、英検準2級って面接があるんですけど、面接マジでさ、あれね、面白くてニコニコしてりゃいいのよね。ニコニコ Yes Yes なんか定型文だからね、意外とやっぱだから面接とか得意だったんですねきっと。うん、いや本当にニコニコしてマジで分かんなかったんだよ。そのないや分かったけど、なんかなんとかイズなんとかみたいな、なんかこの粉は何ですかみたいなのが確かそういうだったんだよね。絵があって What is this みたいな、なんて言ったんだかな、 TV みたいな。でもね通ったんだよね、確かっていうか通ったんですよ面接。だからちゃんとニコニコハキハキ自信を持って英語を喋るっていうのが大事らしいね。うん、なんかてか書いてあるんですよ、そのハキハキと喋るかみたいなのが確か項目にあって、英検の確かね、ちょっと違うかもしれないけど、うん、英語は喋れるようになっといた方がいいですよね。昔と比べて英語のなんていうのかな、比率が高いというかさ、そう。本当ね、なんかね、私全然自分で思ったことなかったけど、肝の座り方、度胸という点に関してはね、マジでなんかトップレベルらしいですね。知らないけど。なんかね、そう。ちらっとこの前も話したけど、ほら誕生日の時に公式さんが書いてくださった通りでさ、そう、度胸とか肝の座り方とかはさ、私自分でそう思ったこと本当になかったんですよ、マジでなくて、別に普通じゃないかなとか思ってたんだけど、私が普段からやってることはだいぶ度胸が必要なことらしい。まあなんかなんだろう、例えば NGT で全員で集まった時も、後輩私たちのことね、後輩って萎縮してね、まあ別にそのちょっとね、なんか何も発言できないけど、私普通にガンガン発言しちゃうからね。ガンガンってほどでもなかったな、別になんか普通に話し合いに参加しちゃうから、結構ね、うちの他の2期生とかのメンツが
あんまり自分から話し合いで発言するタイプではないから、そうみんな結構何でもいいっすみたいなタイプだから、結構うん、そうそうそう、物おじしない、多分そうなんですね。怖いものなしなのかもしれない。いや怖いものはあるだろう怖いものなしってことはないと思うけどさ、ドラフトの合宿から、確かにドラフトの合宿見てたらそりゃ私は別に気も座ってるか、度胸だもんな。うん、そうだね、昔から本当にでもそうかもしれないな。なんか自分の意見をしっかり持って発言することっていうか、基本的に何に対しても意見をしっかりと持つからね、意見はしっかりと持つけど別にそれに対して何も思わないってことがほとんどだなそうそうそう、なんだろうね、疑問が座ってるんでしょうか。まあなんだろう、それこそオーディションとかめちゃくちゃ受けてきたから、別にアイドルオーディションだけじゃなくてミュージカルとか、あ、舞台とか同じか同じベクトルだったなとか、うーん、オーディションあと何やったかな、まあ、事務所のオーディションとか、まあ普通に他のアイドルのオーディションとかいろいろ受けてきたから、そういう対大人に対しての面接みたいなのはマジで慣れてるって言ったらあれだけど、毎回緊張はするけど、まあちっちゃい頃からその大人と喋る機会っていうのが多かったんだろうね。なんか本当に昔からしっかり者だねと言われてた。でも最近はやっぱり言われなくなったというか、多分年相応なんだろうね。もうこの年齢になったら別に大人と対話することは普通なんでしょうね。そりゃまあ大学1年生の年ですから、昔と比べたらそりゃ言われることが少なくなるのは当たり前なんだけど、だからやってることね、小学生ぐらいが変わらないっていう、うん、全然ね、うん、だからそれを自分が特技というか長所と捉えたことはマジでなかったんだけど、そういう肝の座り方に関してはトップレベルらしいね。やっぱね、歌唱力の時2回目も3回目も全然話せてないけどねなんかあの時はね、その歌うまでの緊張がやばすぎるから、歌い終わった後頭回らないんですよね。だから感想を求められてもマジで喋れなくて、本当にね、あれはマジで今年は、まあ、本選行けたらちゃんと話せるちゃんと話すわ、うん、ちゃんと話すわ、これ、ね、約束ね本選行けたらちゃんと感想を言えるようにする、頑張るわ。いやとか言ってまたふえーってなるかもしれない。いやマジでね、本当に頭回らないんですよね。あれを叩く人もいるよね、気持ち悪いっつってごめんなさいごめんなさい、喋り方嫌いって言って、ごめんなさい、そうですよねって毎回思ってる、うんあ、でもメディアさんの取材はちゃんと受け答えしてますね。でも長く喋っちゃう癖あるからな。そうそうそう、できるだけ簡潔に、なんか昔は結構長く喋ればいいと思ってたのよ、小学中学生ぐらいの時にね。あのね、よくさ1分以上話してくださいとかさ、なんかあるじゃないですか。なんかちっちゃい頃って長く喋ることの方がみんな無理だったんですよ。なんかそうだよね、みんなその長く喋る、その1分、ただ1分って言われたらみんな1分喋れないじゃん、30秒じゃん、どんだけ頑張っても。そう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 、
みんな長く喋るの方が難しいって言うけど、私逆でなんか喋りすぎちゃうんだよね。だから喋る、長く喋ることの方が難しいイコールそっちの方がいいっていう小学生の頭の認識だったから、なんか昔から長く喋る癖がついちゃってたんだよ。でも肌から見て、客観的に見たらマジでうざいんですよ長く喋る、たらたら長く喋るのはね。そう、なんか別にその話がしっかりしてるとかだったらいいわけよ、とかスピーチとかだったらまあね、何分喋ってようがいいわけですよ。でもなんかちょっとした話でなんか1分以上話すのはマジで頭は理解できないし、ただ聞いてるだけじゃね、メモも何取ったらいいか分かんないからっていうので、最近はかなり簡潔にまとめるようにしたから、別に最近話長いキャラって言われることは減りましたよね。むしろ大声の方が長いからね、話ねなんか研究生講演の途中ぐらいから、はるちゃんが私の目の前にいてね、1列目の最後なんですけど、で私2列目の最後でさ、はるの方が長いからね、話長いキャラもう取られたのよ。だからたまに今でも話長いキャラをいじられるために、そのじゃあひのちゃん最後の挨拶お願いしますって言ってあ、じゃあ私ここ一番長く喋るから途中で止めてねって言ってやったりするんだけど、はいということでねって、ね、毎回チラ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 うまくできなくなってきちゃいましたね。話長いキャラはだいぶ減りましたけどね。なんか多分ね、とはいえショールームとかでね、1時間ぐらいババッとずっとね、大した休憩も取らずに喋れたりするから、調子悪い時は。うん、そうそうそう、だから多分この配信聞いてる方は別にひのちゃん話長くないって思うかもしれないけど、ショールームに関しては結構ね、なんだろう、話の区切りを作らずなんか遅めでフェーンつって各駅停車ぐらい乗ってなんかね、たまに脱線したり、そうそう、そんな感じでやってるから、うん、難しいですよね。コメントって的確なコメントを残すっていうのすごく難しいと思うんだけど、うん、なんか別に私も配信ごとに台本を作ってるわけじゃないので、話してるうちに思い出したことをこうまるでね、樹形図のようにこうやってこう話を広げてったりするわけですよ、うん、だから配信は結構ね、調子いい時は特にやりやすいですね。全然1時間ぐらいなら何も苦しさなく、そうそうそう、できちゃう、うん、ね、だからまあいつの間にか話が簡潔にまとめられる能力を手に入れたかどうかは分かんないけど、ラジオとかね、この前のラジオ聞いてくださった方はもしかしたらね、あ、ひのちゃんちょっと喋り上手くなってるとか思ってくれた方もいらっしゃるかもしれない、分かんないけど、正直分からんけどどうかな、自分どうだろうね、うん、喉が鳴ったこんばんはどうだろう、ね、そうではないらしい別にそうじゃなかったらしい、コメントが。まあでも眉目元がね、見てもらったら分かる通り MC とかもまあまあまあ、うん、初期に比べると聞きやすくなったのかなと。とはいえあれだね、まだまだですけどね、うん、
まあいや、まあ、でも一人でも多分やれって言われたらできるよ、ラジオとかだったら。それこそさ、あのうちにはマシラジがいるからさ、あんまりこうショールームでラジオ風配信っていうのはやらないんだけど、そうそうそう、やらないけど別にできるなって感じ。例えばみんなからお手紙をいただいてね、うん、ラジオネームなんとかさんからのお手紙ですとか、そうそうそう、なんとか、はい、三村ひなちゃんこんにちは、こんにちはとか、全然できる、全然それはできると思うよ。お悩み相談とかもねまあでもそうそうね、まああんまりそのフォーマットというかさやらないけど、普通に配信すればいいかみたいな。うんって思うから、声は聞き取りやすいっていう風にはすごく言っていただけるね。あの日向祭り出させていただいた時に、あの日向のお二人にも声聞いた瞬間に、なんだっけ、声聞いた瞬間、そのご挨拶した時、おはようございます、よろしくお願いします、三村ひなですみたいなご挨拶をした時に、その時に、あ、もう歌がうまそうみたいな感じで言われたんですよね。確かそう、声がいい的な感じでお褒めの言葉をいただけて嬉しかったですねから多分聞き取りやすい声なのかなと。ハキハキ喋りすぎてもちょっとうるさいから、最近はいろいろ場所によって変えたりはするけど、うん、声聞き取りやすいわ。まあそれは本当にもう舞台とかやってたからだね。まあわかんない、昔からそうだったかもしれないけどそこわかんないけどね。うん、ということでありがとうございました。もうね、あと3分ぐらいで配信終わっちゃうので、そろっと締めに行こうか。まあ元気なのでちょっとご心配おかけしてますけど、ここ2日間ぐらい多分大丈夫です。うん、肌が白すぎるっていう話ですけど、まあ大丈夫でしょう赤いリップが映える映えるありがとうございました。1時間ぐらいねシャーって喋れるから別に元気ですよ。うんあ、うん、ということでね、ギフトもありがとうございます。全然みんな無理しなくていいんだからね。うん、壁紙より白い、それはないな。ということで、じゃあ壇上読もうか。よし、13位しんいちさん、12位ひろしさん、11位むっちゃんさん、10位いぬくんさん、9位ひよりがたさん、8位くじちさん、7位こたつねこさん、6位えいたろうさん、5位のむさん、4位とうごさん、3位ゆかおしじいさん、2位としさん、1位べろさん、ありがとうございます。ということで、じゃああと1分なんでね、終わりにしようか。おやすみ村取って終わりにするか。じゃあ、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。土曜日ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。あまりちょっと SNS 触れなくて本当申し訳ないんですけれども、ちゃんとご飯食べて水飲んで寝たりしてますので多分大丈夫です、元気ですはい、ということでね、それでは皆さんまた明日、おやすみ村、バイバーイ。ということで、じゃあ皆さんもね、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でございました。はい、よいしょ、おやすみ村ー。